はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。選手オーダーなんですけども、シゲルをベンチ外にしました。まあどうしようね、シンゴだけはね変えるわけにいかないから、まあ命もベンチ外にしたいんだけど置けないんだよね。だからまあ命ぐらいの能力だったら途中で変わることもないんじゃないかなと思うんで、これでいきたいと思います。よし頑張りましょう。今回は2回戦ですね。ハビノだっけ、ハビノ農業。あ、これシンゴにしといた方がいいんじゃない。そうすると途中で変わることねえべ。オーダーでピッチャーを、オフ。前々回だったかなのコメントで、そうしときゃ出ねえよっていうことをコメントで教えてもらいました。ピッチャーにしてここも変えときゃよかったな。こんな感じでいきましょう。よし頑張るよ。加藤、効果聞きたいっていうコメントがあったね。任せて頑張るが聞かせるから。一丸となって頂きを目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側葛川、三塁側羽引きの、拍手に送られて羽引きの、羽引きのか。さあ1球1球お願いします。まもなくプレイボールです。もう3点取ってるぞ。うまいなうまいな。なんか攻撃力ありそうね。松井和夫か。いけるべ多分。よし頑張りましょう。全部1か。第9初球引っ張った打球はレフトの、ナイバッチ、カトリヒットを放ちました。よしクズカ第9、3点差か。内角低めボール。さあ次の投球投げた、見送ってボール、カウンター2ボール。第3球を投げた、打った、ファウルボール。頑張れ。第4球を投げました、打った。宮森余裕があります。レフト取りました。どんまいイケメンだな。ワンアウト一二塁。クズカ。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。第9ボール。頑張れ。さあ次の投球投げました。第3球を投げました。空振り。もうちょい点欲しいな。よし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 。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。クズカは1点入りました。森タイムリー。今日よし行くぞ。初球強振エンドラン。第9ランナースタート打ちました。よし森二塁回って三塁へボールが転がる。クズカはいいよ。ヒットエンドラン成功。
闘魂。さあ闘志あふれるバッティングを見せてくれるか。今日すでに1本打ってるじゃないですか、ゴロちゃん。第9投げました、外れたボール。頑張れ。第2球投げた、2球目ストライク。ガンガン点取ろう。第3球を投げた、打ちました、ファール。次は4球目投げた、見送ってボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、打った。あ、まあ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 いいだろう。ナイバッチナイバッチナイバッチ。ボールは中継、くずかわ、さらに1点追加、8対2。先ほどどんどんいくぜ。熱血、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。いや1球目これボール球だな。第1球ほらね、直球低めボール。第2球あっとダブルスチール、打ちました。よし、緩い考えの当たり、ライトバック満塁、ヒットエンドラン成功です。さあちゃん、さあ黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。よし行ってこい、行ってこい強し。第9投げた、初球打ち引っ張った、ライトの右、アルボール。第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、おっしゃいった、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、見送った、ホームラン、満塁ホームラン、ライトスタンド、素晴らしいですな。12対2、葛川リードを10点に広げます。元オール G とは思えないですな。まだ続いてんのかい。持ち前の熱血が力を発揮することに、パワー A、 ミート C のパワー A、 これは期待できるんじゃないか普通に。第9ボール。第2球投げました、ボール。カウントは2ボールノンストライクです。肩越しにランナー見た、投げました、ストライク。第4球を投げました、初だ、あのホームランの確定演出だっけ、 初だよね。ツーランホームラン、打った瞬間のホームランと分かる超得意だ。はびきの、よし終わらせるぞ。さあ調子を上げることはできるか。よしじゃあここは郷ひろみ行こう。葛川伝令が走ります。監督のメッセージが選手に伝わります。GG なんだよな、臭いところは行きたくねえんで、打たせて取れが3だからな、歓喜でいくか。第9投げました、外れたボール。第2球投げた、見送ってストライクゾーン入れていこうぜ。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、打ちました、アルボール。第4球を投げた、打った、サード左、山口。よしいいぞ、これでワンアウト、ランナーは。なんだろうな、第右利きのサードに違和感を感じるな。第2球なんか左利きの内野手ばっか見てるからな。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライク。さあ5球目変化球、おお外れた、いらないよそういうのは。葛川内野陣はゲッツー体勢。第9初球決まってストライク。ゲッツー体勢って言ったよね、一応やっとくか。さあここはゲッツーシフトを敷きます。あれ走ってこないね、走り放題だと思うんだけどね。第3球を投げました、打ちました、よしゲッツー。三遊間の打球、デスパイネ取った。よしまあいいだろうデスパイネ、よくやった。第9投げました、見送ってボール。次の投球ボール。カウント2ボールノーストライク。
第3球を投げました。打った、1、2塁間のゴロ、うまい、カットした、1塁へ、うまい、よし、ファインプレーが光りました。試合終了、やりました、コールド勝ち、葛川2回戦突破です。永瀬見事な完投勝利です。2回戦を見事勝利しました。あざした、あれですな、まあ、ドラマでよくあるパターンだと思うんだよね。弱小校がすげえ力をつけて2試合連続で圧勝して、次あたり強いとこ来ると思うんだよね。それがね、ドラマの王道パターンだと思うんだよね、ドラマ漫画のね。いやー、ホームランとこれキムタクも入れてあげて。皆さん3打席目ずいぶん張り切ったね3打席目の張り切りっぷりすごいね。中井くんエラー1、全員安打、全員だ、あ、全員得点は、そっか、打点は違うか。勝ちましたね。永瀬根性丸になった、いいことです。カーブ5、キムタクすげえな、ミートそんなにあるんだキムタクミートそんなにあるんだね。もう太一もいいじゃない、ミート力72。せーの、ドン、前評判 D、 岸和田東、岸和田グレンタイってなかったっけ、映画かなんかで、ナイナイか主演のやつ、岸和田グレンタイじゃなかったっけ、なんか使えそうなアイテムないかい。ないね。少しでもレベルアップするよ俺は。お、うん、甲子園大会出場したい。お、うん、よし、そんじゃ終わりますか。次は間違えた、前評判 D ですね。多分うちとトントンぐらいだと思うんだよな。まあ、うちも総合戦力 D だしさ、勝ちましょう、頑張りましょう。今日みたいな試合をしてれば、岸和田グレンタイがある程度強くても、うん、まあ勝てんじゃないかなと思うんだよね。まあ、頑張っていこうぜ。はい、ということで、今回ここで終わろうと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。